しょ。はい、それではですね、今日はちょっとまあメンテナンスをしながら、まあ、機材の話でもできたらいいかなと思っています。まず紹介というか、僕ね、10年前くらいこのニコンって書いてあるでしょ。これニコンね、このね、昔こうなんつうかね、セットが売ったんですね、そのクリーニングキットみたいな。で、それセンサーのクリーニングキットですよ。あの、ニコンから売ってて。で、それを10年前くらいから使ってます。普段なんですけれども、その緊急性ですよね。明日撮影があるのに、あの、ゴミがついたままっていうと大変ですから、やっぱこう常に自分でできるようには昔からしています。もちろんメーカーに出したり、どっかカメラ屋さんに出したりしても、あの、できるんですけれども、あの、1週間とか、まあ持ち込みだったらすぐだったりするんですけれども、あの、地方に住んでるとなかなかそういうことできないので、なのでまあ自分でやる。っていう選択肢しかなかったみたいな感じですね。まずはゴミチェックですよね。あの、このゴミだけは本当にね、最悪ね、なんで、ぶっちゃけ、開封して取って、映んなければ、代用ができるっていうか、危機を乗り越えれるんですけども、現場でね。だけどまあ、そうも言ってられないので、まあ、1ヶ月に1回くらいかな、はやった方がいいのかな、なんて思います。まずはそのゴミのチェックだよね。で、僕の場合は、まあもちろんファインダーでね、見ることもできるんですよね、今の時代。ファインダーで絞りをだからうんと絞って、でまあ、プラス補正とかにして、明るいとこ。うん。これで一番取る。で、画像でチェックね。再生。画像でチェックして、まあ、そんな汚くはない。ああ、あるな。こんな感じでね、画像でチェックして探しますね。やっていくんですけれども、まずは、ここで、まあ、見つけたぞっていう場合は、まずはブロワーでね、拭きましょうね。まずはブロワーです。で、ブロワーで拭いたら、もう一回ね、一回チェックしてみますね。よいしょ。ライトに向けてね。ここに残ってんのは、ああ、ゴミだね。やっぱあるわ。ブロワーで取れないとなったら、これの登場です。無水エタノールね。無水エタノール。で、これがね、ダスパーって書いてある。ワイパーダスパー。これね、ニコンのところに売ってたのかな。で、それを結構大量に買って今もあるんだけども、これを使います。はい。で、まずは、どうするかって言ったら、これをまずね、こういう風にして、こういう風にして、ここに、この辺にこう挟むわけですよ。この平べったいの。で、少し若干斜めにするんですけども、こういう感じで巻いていく。くる、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 くる。で、そうすると、この平べったいこの先の、ここに少しこう余裕ができるんですね。で、それをこれもね、あの、慣れなんですけど、ちょっと一回こう吸って出るようにしたら、このね、なんですかね、ちょっちょっちょっていうこの感じわかるかな難しいよね。で、拭いていきます。真ん中から、この真ん中ね、真ん中からなぞるように振ってみてく。で、一回拭いたらもう一個捨てる。で、また同じようにこういうふうにつけて、で、斜めにしてベロンとしたベロを作ると。そう、こんな感じね。で、またこれをこの付け具合ね、チョンですよ、チョン。で、またつけていきます。円を描く。で、一回拭いたらもう取る。もうダメよ、二度付けダメ。
大概失敗する二度付けし、もったいないと思ってやるとね。で、これをね、どんどん繰り返していくんですけども、まあ、最初はね、やっぱニコンはすごくつきやすかったんですよね、僕の印象だと。で、キャノンはほとんどつかないってイメージがありますね、あの一眼レフの時ね。なのでキヤノンの時はほとんどこれ使わなかったような気がする。で、どうしてもやっぱりキヤノンでもついてしまう時に、これでやりましたね。ほっ、おいしょ。で、本当はね、やりながら喋ると唾が飛ぶんであれなんですけども、まあまあ僕もニコン、キヤノン、ソニーって感じで使ってるんですけど、キヤノンが一番長かったのかな。マーク2、マーク3、マーク2、マーク3、5DSR、マーク4って使ったので、結構世代的には使った感じですね。でね、今思ってみると、5DSR の絵が今でもほんと好き。で、あれの、あんなような感じの、絵になる一眼レフ、最新の一眼レフがあったら買いたいかなって思うくらい。で、他のマーク4が僕ね、実は好きじゃなかったんですよ、あの絵が。多分ね、5DSR が良すぎちゃって、もう全然マーク4で嫌になっちゃった。で、そこからまあソニーに変えるんだけど、もうソニーに変えた理由は軽い。もうただそれだけ。で、天城持ってくのも山へ持ってくのもとにかく機材を軽くしたかった。もう重いのはもう絶対持ちたくないなと思って、やっぱ散々言ってるとそう思うんですよね、なんかね。で、ちょっとしたことで体力のそのなんていうんですかね、続くか続かないかっていうので取れるか取れないかってすごくあるんですよ。で、集中力もそう、あの体力が削られば削られるほどもういいや取らなくてって思うスピードが速くなるんですよね。なのでそういうのも自分で経験してるので、もうソニーはマーク3じゃなくて 7D じゃなくてアルファ 7R3 になった時にバッテリーが変わったでしょ。で、それで僕ね変えました。もしあれでバッテリーがもし変わってなかったらまだキヤノンだったかもしれないね。で、それからね、各社ね、ミラーレスが出てきたので、今となっては、いろんなところのミラーレス使いたいなって思うんですよね。キヤノンも使ってみたいなって思うし、思うんだけれども、まあまあ、一番軽いのって言ったら、やっぱり今、ソニーなので、もう本当にね、その理由だけ。ソニーの絵が好きとか、もうそんなの関係ない。もうソニーの軽さが一番。ただそれだけ。で、選んでます。で、あれですよね、その後にその GFX が出ましたよね。で、腹の底だとっていうか本音でいけば GFX 使いたいなと思ってるんですよね、今でも。だけどやっぱりね、ちょっとね、レンズのその領域24105なんてないでしょ。もうそれがあれば GFX でもいいなと思うんだけど、あとボディがやっぱ重いので、その歩くっていうこと、もうそこまで元気じゃないので、そこがね、やっぱり一番嫌かな、嫌かなっていうか選べない理由かな。だから画質だけって言ったら絶対間違いなくトップだし、あの GFX ね、今トップっていうか、あのまあ日本のメーカーで比べるとね、あのもう一番いいけど、それだけではなんか選べないって感じなんですよね、今ね。もちろんマウントを変えるとさ、お金もかかるし、っていうのもあるし、そういうので一応今はまだソニーを使ってるって感じ。ただ本心は GFX がすごいなってのは分かってるんですよ。GFX いいなと思うんだけど、まあ2マウントもね、なかなかきついよね。いくら安くなったとはいえ GFX がね、それでもやっぱり相当な金額出ちゃうんでね。だからそれだったらね、取材行った方がいいなと思うし、なんかいろんなとこ撮影行った方がいいなって思うし、なかなか悩ましいですね。
まあ、あとまあソニーが今これ6000万画素あるので、もうほんと十分だよね、結構6000万画素って。よいしょ。さあ、こんなダラダラ喋りながら何回もねこうやってやるんだけど、こうやってね繰り返しに少しずつね拭いてきます。ほんでたまにね、あの気抜いててつけすぎちゃってまた結構拭き直しなんてこともあったりするんですけど、まあこれができればね、あのゴミも自分で掃除できるのでいいかなと思います。これで、まあ、軽いっていうこともねさっき言ったんだけど、やっぱレンズもそのもちろん F2.8 がいいの分かってますよ。一眼レフの時はみんな 2.8 大三元レンズとかね使ってましたけど、なんかもう今はね軽いのが一番で、もうこのマーク4でいいくらい、あマーク4じゃなくて軽いのが一番なんで、このですね F4 シリーズ、まあ昔で言う、今でも言うのかな分かんないけど小三元っていう、もうそれでいいなって感じですね。やっぱちょっと喋りながらやってるとあれですね、吹き漏れがいっぱいあってさっきより余計悪くなってる。ただねこれどんなに失敗しても時間をかければ復活しますから、でもあれだよね、このセンサーにゴミがねつかなければほんといいよね、ほんとそういう画期的な発明、画期的な発明が起こんないですかね、ほんとに。よいしょ。ただねこれをやってるとねすごくね、このやっぱ実機への愛着、もうね、すごく感じますね。なんかあの、なんていうんですかね、愛おしいっていうのはおかしいですけれども、やっぱ共にしてますからね、結構な時間をね。で、この機材のおかげで写真も撮れるしね、仕事もできるし、そう考えるとありがたいですよね。だから結構僕は昔、その、こう、機材を共有するっていうのはすごく嫌いで、なんかよくあのブライダルとかね、ブライダルっていうかあの、なんつうんだろう、小学校のこう卒業アルバムの写真とか、そういうのを撮ってても、貸し借りっていうのはすごく嫌でしたね。なんか自分のカメラが人の手に渡るのが、まあいいんだよ、別にいいんだけれども、なんかすごく嫌だなぁなんて思ってましたね。貸してとかね。なんかわかります？多分わかる方いますよね。やっぱそれくらいね、こう自分の機材って愛着が多分出てくるだと思います。で本来だったらねこれずっと残しておきたいけどね、やっぱ次のが出たら売らざるを得ないよね。それでやっぱ年々そのシャッター回数っていうのがやっぱ減ってくるので、行く機会は増えてもそうそうないですかね、1回の撮影で200枚とか撮ることがね、もうね。なので、シャッター回数もそんなにね、使わないでまた次の機種っていうとすごいもったいないなって。まあ、そのくらい過酷な環境では使えますけどね、その、水の、まあ、雨っさらしとかね、もうそういうのは平気なんで、頑張ってもらうんだけどね、機材に。まあ、そんな感じでね、よいしょ。さあそろそろこれでいいかな。よっ、ああつけすぎたかな今。この端っこがねとにかくやばいから、ね。
四隅ね。で、これはあれですかね、逆転しますかね、上下が。上についてたら下のゴミですからね、センサー。よし。さあ、こんな感じで綺麗になりました。はい。こんな感じでね、普段ね、僕メンテナンスしてます。まあまあ、これがいいのか悪いのかわかんないですけど、まあ昔からのね、あれなので。で、最近のはね、とにかくミラーが動くので、本当に優しく優しくやんないと、何回も何回もやらないとあれなんで、ぜひね、皆さんも自分の愛着のあるやつをね、こうやってね、掃除してみるといいんじゃないかなと思います。で、このね、商品がもうな、多分ないと思うので、なんか情報あったら概要欄貼っときますけれども、まあ、もしね、自分でやりたい方は、この商品名、クリーニングワイパー、ダスパーっていうのかな？ダスパーって商品だと思います。で、これを使ってね、で、これ多分箸の、こう斜めになってるのを使えばいいと思いますけれども、まあまあそこら辺は自己責任で、ぜひチャレンジする方やってみてください。はい。こんな感じでね、ちょっとダラダラとね、機材の、メンテナンスしながらのお話でした。それではまた。